こんにちは。こんにちは。宮下です。海人です。カメラはちょっと沙織さんにやっていただいております。はい、声全然言っていっていい。はい。お願いします。はい。はい、僕先週大阪に行ってきて、はいはいはい、ゴルフロボットっていうものと、はい、にゴルフを教えてもらったんですよ。はい、もう、こう手は後回生とか、はい、腰はこうやってこうしろとか、はいはいはい、あとオンプレーンに振るには、あ、結構トップがここ立てた、縦振りのコツ、こうなんですよね、縦振りなんですよとか教えてもらったんですよ、はい、で僕がそのゴルフを作ったロボを作った先生はこうしろああしろって言わなくてロボの言う通りやってからあと教えるからみたいな人でなんですけど、僕がロボから習ったことはどうなのっていうことを聞きたい。はい、あ、分かりました。で一番言いたいのは当たる瞬間にでこうなんですよ。はいはいはい、こうなんですよ、はい、これの話は聞きたい。はい、まあ、これはゴルフってゴルフ談義ですからね、皆さん。はい、ゴルフ談義です。本当はね、最初にこうやっててでもゴルフはこうなんですよ。なんか、みんなはこうだと思ってた、ね、そう、僕そう思ってた。ゴルフってこうやってこうだと思ってた、うんうん、そう見えるし、そう見えるしね、うん、だけどロボットはで、そのロボットすごくない？すごいです。すごい。いや、本当に先生も何も言わないんですよ。でも先生、僕ゴルフこうだと思うんすよっていう、こうやりながらね、内線外線がどうとかとかやりながらやってたら、なんかこんな気がするんですけどどうすかって言ったら、そうだよって、はい、そうなんですよ、ゴルフってそうなんですよ。じゃあゆっくり、うん、スローモーションで、じゃあいいスイングしますね。だってロボットすごい、うん、多分ロボットが言ってることこうなんじゃないかなみたいなスイングします、はいはいはい、多分ロボットが言ってることはオンプレーン投げたのを下ろして、あ、そう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 、来てここで当たったのを前に押す力ってのはこの力とこの力、そう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 、だからもうクラブをこうやってこうこういくイメージ、こうだよね、そう、だからこっからこうだ、そう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 、それで体が回るっていうイメージ、打ってみるとここからこうこうなの。そうそうそうでしょ、うん、でこっちとか行かないんです、はい、体行かないんですよ。そう、体を回転すらしてなくってなんかこうなんですか。でねじれてなんかこれは行くけど別にこうなってこうじゃないよっていう、うんうんうん、この動きは間違ってるんですよ。こうなんですか。そう、うん、もうなんかすげえ綺麗な言葉わかんないですよ。俺も知りたい。そう、俺も知らない、知らないです。俺も言葉を知りたい、なんていうのか。だけどわかる、うん、それはもうこうなってこうなの。そう、だからちょっと構えてください。あ、はいはいはい、構えて、うん、でトップを上げます。で結構縦なんですよ。そっから、うん、こうしてこう来て、あ、そう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 。あ、でも最初のそれも知りたかった。それ後で教えてください。こうしてこう来てこうなんですよ。だからトッププロとか僕たち、うん、プロとかガチでゴルフやってる人たちは、うんうん、腰のイメージって上げてから、うん、こんぐらい来てる。そう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 。でここが下がってる、うん、そうです、うん、でこう来て、そういう感じ、そういう感じ。こうね、こう来る、うんうん、難しくないですか、うん、言葉に表せって。でも僕これを知らなかったら全部の動きおかしくなる気がして。はいはいはい、まあ確かにそうですね。で今まで僕とかさ、こうやってやってさ、こうやってやってさ、めっちゃ力入れてめっちゃこうなっていってこうなる、はい、勝ち上げるじゃないですか。言葉としてはここがあるから、うんうん、いろんなものこっちはいらないよって。そう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 、ここからここまではいらなくて、いらないいらないいらない、こっからのこれなんですよ。そう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 、これがあるからここからでしかいらなくて、うん、ハーフでよくないみたいな。そう、だからここまではこう来てこっからこう、うん、これの練習すればいいの。ボール投げる練習してる。あ、ボール投げる練習が、うん、だからもっとロフトあるクラブで、うん、押し込むって練習、ピッチングとかがいいかな多分。ピッチングとかでここからこうの練習は、うん、ここからこう、それでもっと球を飛ばす感じ、うん、そしたらこれが分かってくる。そうです、これでこのイメージ
ね、やればわかる。やればわかるんじゃないですかね。多分俺も今全然飛んでないですけど、もっと乗っけていくんでしょ。ちゃんと飛ばさなきゃいけないな、この場合って俺ちゃんと飛ばさなきゃいけないんだよ。からこう、ああこういうイメージ、うん、追えない。よし、今ので分かったぞ。うん、ここからできない。こうやっていいですか。やってください。後ろから本当はもう一個教えてほしいのは、その指導は教えてもらいたいんだけど、それはいいや、後で。こうやってから、そう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 、あれでしょ、あの足の先にボール乗っけて投げるみたいな感じでしょ。そうですね。だから左の脇が締まってて、そうですね。俺これ上っちゃったら分かりやすいかも。うん、あ、もっとゆっくりだと早いわ、指導が早かった。ほら、それです。うーん、最初の、うん、ここで抜けばいいんだ。抜いて、うん、こうすればいいんだ。はい、あ、それで、うん、こうやってウェッジをすくう動作あるじゃないですか。はい、わかります。ボールがあって、こうやって、うん、あるじゃないですか。それは、これの、こうの、こっち側の力で、うん、グッてるだけですよ。それできるとかっこいいですね。あー、無理だ。乗ってないとですよね。はい、違う、抜いてからいいじゃないですか。うん、抜いてからやれば、あれ違う、こうじゃないですか。すっげえ変な絵ですよね、皆さん。すいません、本当に。でもそうなんでしょ。そうなんですよ。これ、うん、本当はゴルフ用語で聞きたかったです。ないって言われて、いや、ないんじゃない、ないんじゃない、わからないの。皆さん、これはなんていうのか。そうそう、僕最初に帰ってくるに話聞いた時に、これアームローテーションの話なのって言ったら、いや、全体的にはそうじゃないって。まあ、アームローテーションじゃアームローテーションですけど、うん、ゴルフですよね。でもこうでもないと思うんですよね。どっちかというとこう、手のひらの、手のひらと、このここの、このグッでしょ、こことここでしょ、そうがあるから、このグーがあるから、これこうくるんですよ。うんうん、こうハンドファーストでこうきて、うん、パーで抜けてくるんですよね。こうがあるから、そう、そう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 、これの話が知りたい。これ何なのっていう、うん、これ教えてください。誰か教えてください。コメント欄でお願いします。よくこの先生の言う、これでこの YouTube の動画見ればわかるからっていう、見たい。見たいです、僕も見たいです。それはこれが知りたい。俺も知りたい。待ってます。お願いします。お願いします。はい。